はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、知る人ぞ知る、ミリタリージャケット、まあ、ヴィンテージ好きな人では結構有名なので、まあ知ってる人 がいる結構多いと思いますが、でもまあヴィンテージが好きでもあまりミリタリーそんなに好きじゃないよという人はそんなに知ってる人がいないかもしれないかなという感じ、のジャケットをですね紹介しようかと思います。ずっと探していたんですが、やっと手に入れられましたので、はい、せっかくなんで紹介しようかと思います。ですね、現物を早速こちらですね、はい、B15A というですねジャケットになります。こんな感じですね。襟にボアがついていて、ここに3層の三角フラップがついてます。三層マスクをつけるときになんか使うやつらしいんですけど、実際そのついてるところ俺見たことないんで、どういう風に使うのかがちょっと分かんないんですけど、ただそのディテールとしてすごく可愛いというか好きなんですよね。ここの三角のやつがついてるついてないでだいぶ好きですね、はい。で、中はアルパカですね、はい、のアルパカで、ここに内ポケットもついてます。あとはこっち側にも内ポケついてます。内ポケいいですよね。あの本当機能的にもすごく使えるので、あとここに US、エアフォースですね、エアフォースのアーミーエアフォースのーマークがついてます。はい、でこれ結構ですね貴重なんですよ。っていうのも生産されてる期間がものすごく短かったんですね。ちょっと後で詳しく説明しますが、確か7ヶ月ぐらいしか生産されてなかったんですよ。なのでとても個体、そもそもの個体数が少ないんですよね。なのでその、まあ、そうですよね、古着ヴィンテージで7ヶ月しか作られてないってことは、もう個体がもうある程度相当限られてるので、もうあとはそれをコレクターとかお店で取り合うというか、もう見つけては誰かが所有したらもうそれで終わりみたいな感じなんで、で、まあ、まあヴィンテージ全般に言えますけど、やっぱその新しく出てくるものはもうヴィンテージじゃないわけなので、もう当時に作られたものを、もうつまり分母が決まった状態のものをもう誰が所有するかみたいなところになってきちゃうんで、まあもちろん弾数が多いものはね、あのすごくいっぱいあるんで、もう本当一人何着持ってても別に問題ないっていうか、なんだろう、持てたりとかするものもありますけど、やっぱ絶対的にその個体数が少ないものに関してはもう出てこないっていう、見つからないで、見つかってもサイズが悪い、違う、自分と合わない、もしくはダメージがものすごいあるとか、汚れがある、汚い、あとパーツが欠けてる、欠損してるとか、もういろんなデメリットがあるので、なかなかその本当にサイズも良くて自分にバッチリで、さらに綺麗っていう、着用もできるっていう状態のものを探すってなると、まあ本当にどん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 限られていくわけですよ。なので今回本当奇跡的に自分のサイズにバッチリで、さらにダメージもほとんどなくてですね、まあ、ダメージはないわけじゃなくって、ちゃんとそのちゃんとって思うんですけど、袖のところがですね結構破れて軽くリペアはされてるんですけど、こっち側もですね、両手でこっち、そうか、こっちも結構がっつり、こっちは結構がっつりリペアされてるんですけど、まあこれも結構雑にされてるんで、一回ちょっとほどいて、ちゃんとしたあのリペアを両側しようかなと、まあ結構大切なものなのでしようかなと思ってます。あとはあの裏側、背中ですねに結構その茶色いシミが入ってます。でこれに関してはもうヴィンテージのものだし雰囲気ありきなんで、まあ、これをいちいち落とさなくてもいいかなと俺は思ってるので、これはこのまま来ます。はい、もうそれも雰囲気だし、そんなに目立たないですし、って感じです。それ以外そこを除くとですね、ムートンもまだ全然がっつりちゃんと残ってる、まあ、あの結構これも抜けてくるんですよね、毛が。 G1 とかあのレザー、このレザージャケットでこのヌートンがついてるやつがあるんですけど、もう結構なんだろう、ハードに着たやつとかもうボッソボソに剥げててっていうのも全然あるんですけど、これはすごく綺麗に残ってますし、中のアルパカも全然綺麗に残ってますし、
あのこちらの表側のですね、このコットン地の部分もものすごい綺麗です。なんかちょっと本当にこれ1940年代のものなんですけど、40年代のヴィンテージの生地で、結の中で結構いろいろ持ってますし、見てきましたけど、かなり綺麗な部類だと思います、はい、一瞬ちょっとね復刻なのかなって疑ったぐらい綺麗です。でも多分復刻だともっとさすがに汚いですし、まああの購入するときに聞いた感じ、まあ、うん、中に薬莢が入ってたりとかね、いろいろその復刻っぽくない感じだったので、まあ本当オリジナルなんだろうなと思います。中のポケットはこんな感じですね。ここら辺のディティールもなんかなんだろうな、オリジナルっぽいですね。あんまりその最近っぽくないというか、まあ最近の復刻はでも本当にすごく見てちゃんと作ってあるんで、結構それをこう着ていくと本当にヴィンテージみたいになっていくので、あのもう確実に 100% そうかって言われたら、もう俺もちょっとよく分かんないんですけど、はい、ただこの服は本当に今回すごく運よく安く手に入れられたんですけど、これ本当にダメージがもうここの襟もボロボロ、もうこの本体も結構ボロボロ、なんならジッパーもこれちゃんとジッパー問題なく稼働してるんですけど、するやつなんですけど、これはコンバーかな、うん、コンマーですね。コンマーのジッパーなんですけど、ここが結構もう欠損してたり、ここら辺途中がもう歯抜けになってたりとか、まあ、ジッパーがジッパーとして使えないような状態で13万とかつけてるお店ももちろんありますし、まあね、その希少価値が高いく、そのなんだろうね、個体数が少ないので、結構その運よくこうやって出会えればいいものに出会え、いやもう全然安く買いましたけどね、もちろんそんな高いくは買ってないですけど、なんだろうな、そういう出会いがもうないなってなったら、もうねどうしても欲しければそういうダメージがあるものを買ってリペアして着るっていうことも出てくるだろうし、10万以上してても、もうどうしても欲しければそれを買うしかないっていうこともあるので、まあね、本当出会いですよね。古着ヴィンテージって本当古出会いだなと思います。なんで結構まあ店員さんも煽るようにたまに言ってきますけど、もう今買わないともう二度と出会いませんよみたいなことを言ってきますけど、まあまああながち嘘でもないなと思います。まあその上で本当に気に入れば買うし、気に入らなきゃ買わないっていうだけの話ですけど、はいですね。この三角パッチ、そのレザーの部分もすごく綺麗なんですよね。取れかかってるわけでもないし、そんなボソボソにもなってない、結構まだ張りがあって結構ちゃんとしてます。で、まあちょっと寒いんで上ちょっとこれ着ますけど、ただこれもまあアルパカがあって結構、寒い時期にあのコートとしてコートというかジャケットとして着るものなので、今の時期ちょっと寒い、あ、寒いじゃない、ちょっとさすがにちょっと暑いかなっていうのもありますし、なんか今俺 T シャツ1枚なんで、ちょっと一応形こんな着方しないですけど、右だり左になっちゃうと着ないですけど、でも一応 US アーミーのあの柄の T シャツ持ってたんで、ちょっと一応撮影のためだけにちょっと合わせてみました。まあ別にこんなアーミーアーミー着ないですけどね、本当だったら無地とか、あとまあ T シャツというよりかはもう本当中を結構着ないといけないんで、もあのスウェット着たりとか、あのシャツを着たりベスト着たりはしますけどね、こんな着方は多分しないと思いますけど、一応着用って意味で言うとこんな感じですね、はい、こんな感じです、うん、ちょっと肩があのカチッとしてるんですけど、これも多分まだ、買って洗濯一回もしてない、荷洗いの状態なんで、この後また洗濯もなんならちょっと動画に出そうかなと思ってるんですけど、洗濯まあどうしようかな、まあ、うん、うまくいけば洗濯も動画にしようと思いますけど、まあ、それで洗濯して、でまた着込んでいくと自分の形に多分なっていくので、まあ、肩の感じもちょっと落ちてくるというか自分に合ってくるのかなとは思いますけど、今ちょっと結構肩がカクッとなってますね、はい、まあまあこんな感じです、まあ、T シャツ1枚でというよりかは中にもうちょっと着るんで、ちょっと今のサイズだとあれですけど、はい、あとここ肌出てるんで結構チクチクはしますね、まあこんな着方しないでいいんですけど、じ
ていう感じです。リブもまだまだ穴はありますけど、まだまだ綺麗な状態ですね。でこれこう洗濯前なんであんまりやりたくないですけど、まあ、こう首もこういけますね。はい、締めてここのチンストラップがついてるんで、チンストでこうキュッと締めると首周りも高いという感じですね。はい、これはですね、結構自分がなんだろう、おしゃれだなこの人とか、ネット見ててもそうなんですけど、結構おしゃれだなと思う人が結構持ってるんですよね、この B15A。 今も覚えにくいですよね。もうアルファベットが2個出てくるし、 B だっけ A だっけ最初とか、15だっけ14だっけ10だっけとか、いろいろ分かんなくなるんで B15A です。で最初分かんなかったんですけど、そのなんだろう、結構多いんですよ、ミリタリーのフライトジャケットとかフライトに限らずですけど、その B-10 って書いてあったりとか、 B-3 って書いてあるんですよ。で最初分かんなくて、 B3 とか言っても、 B3 だと B1 だるみたいですけど、 B3 ありますかとか言うと、店員さんに、あ、 B3 ですねとか言い直されて、あ、そこは3って言うんだみたいな。で B10 じゃない、じゃあ B10 ですかとか言って、まあ B10 ですよね。でもこれが B15 なんですよね。 B15 は日本語なんだみたいなまあ言いにくいからでしょうけど、なんかでそこら辺がちょっと難しいし、言いづらいし怖いですよね。ネットで見てもその B-15A しか書いてないから、この読み方は書いてないわけですよ。15と読むのか、その50みたいに読むのかとか。だから、なんだろうな、 15ですね。はい、15? おい、英語多い。まあまあそんな感じです。まあそんな感じで、あれです、ちょっとですね、品番がなかなかちょっと難しいなっていうのは あるんですけど、まあこれは多分 B15A っていう読み方でいいと思います。はい、違ったら教えてください。で、そう、結構その自分がおしゃれだな、好きだなって参考にしてる人とかが結構この服を持っていて、着てるの見て、あー、この服かっこいいなってすごい思ったんですよね。なんでまあそこら辺から憧れて、まあ探したけど、もちろんそんなね、すぐは見つからないわけですよ。じゃああれ買おうって言って、パーッと店舗に行って、あ、じゃあこれください、はい、いいですよって、サイズどれがいいですかとか、そんなレベルじゃもちろんないので、ヴィンテージなので、もうまあどの店にあるんだろうとか、もうネットで調べたり、お店をちょっと巡ったりして、っていう感じですね。まあ店員さんに、なんかどっかで見たことないですかとか、どっか売ってるとこ知らないですかって聞き込みをしたりとかですね、仕入れ予定ありますとか、なんかいろいろ聞いたりとかしてっていう感じですけど、まあでも本当にいい答えを見つけれたなという感じです。はい、で B15A に関してちょっと補足というか説明しておきます。やっぱりこれは、1944年の、11月に施行されたみたいですね。なんで第二次世界大戦の時のフライトジャケットになります。はい、第二次世界大戦のフライトジャケットでいうと最終モデルらしいですね。これが一応そのアメリカ軍の、はい、ジャケット、フライトジャケットの最終形だったみたいです。はい、ちなみにこれあれですよ、あとどんどんこうこれが進化していって、皆さんご存知、MA1 とかになっていくわけです。なんで MA1 の、なんだろう、ひ孫というか、孫の孫、まあその家系図みたいなので遡っていくと、こいつがひーひーひーおじいちゃんぐらいにいるわけですよ。もっと上かな、もうちょっと上かもしれないです。ほんとこの後に、これ B15A じゃないですか。この後 B15B、B15C みたいな感じで、ちょこっとずつ、改良されていって、変わっていくんですよね。まあミリタリージャケット全般言えるんですけど、まあ、例えば襟が、ボアじゃなくなったりとか、素材が、コットンから化繊に変わったりとか、なんかいろいろここの、フラップがなくなってとか、エポレットついて取れてみたいなので、どん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 こう改良されていくので、はい、っていう感じです。ただ、原点でこう遡っていくと、 MA1 とかみんながよく着てるね、モコモコしたグリーンのやつです。いわゆるもう見たからすぐ分かると思いますけど、MA1 の、はい、元祖というか、まあ、こいつよりさらにまだ前もあるんですけどね、こいつの親じいちゃん、ひいじいちゃんみたいな感じのモデルも多分あるんですけど、それをまあ同じ系列で見ていくと、
こいつと MA は、まあ、親戚というか、まあ、同じ系列ですね、はい、で元々、この前のフライトジャケットはレザーだったんですよね。でその時に、まあ、羊だったりとか、ムートンとかいろいろなんだろう、馬じゃないのかなあれは、まあその革を使ったんですけど、牛とかだと思いますけど、それがやっぱりその戦時中で枯渇してきて、材料、うん、そうですね、まあ、それがなくなってきて、なんとかそのレザーじゃないものにで代用できないかって言って、1943年1年1個前に、これの1個前ですね、 B10 っていうのが、できたんですね。その B10 は同じくこのムートンついてて、でこの三角カップとかもついてないやつですね。 B10 っていうモデルがあって、それが、終わった後、これがで、まあ、B10 が、できた後にですね、結局まあ暫定的なデザインだったんで、B15 というのができました。はい、B10 の後に B15 になって、その B15 も、結局9ヶ月で、終わったのかな、1944年の4月から、11月かなぐらいの、5、6、7、8、9、10、11、あれ7ヶ月かぐらいで、でも7ヶ月か9ヶ月ぐらいで終わっちゃうんですね。で B15 が終わって、その後にこの B15A ができたっていうことですね。はい、でこの B15A は、すごく優れてる服ということで、結構定評良かったみたいです。あれですね、丈夫だし、軽量化もできて動きやすくて、で無駄、一切の無駄がなくてとか、かなり評価の高い服だったみたいですね。はい、でただまあこの服もですね、結局10ヶ月で生産が終わる、10ヶ月ですね、はい、10ヶ月で生産が終わっちゃったみたいなので、本当に短い期間だし、1945年ぐらいにこう多分なんだろ う出回るというか感じだったみたいなんですけど、やっぱりその全部署というか全隊員にはやっぱ全然行き渡らなかったみたいで、十分な量ではなかったみたいです。なんでやっぱ球数もそんなに多くないですし、まあ言うてわずか10ヶ月なので、全員に行ったとて多分そんなにものすごい球数があるわけじゃない。それにまあもちろんこれ自体はその戦闘服として使われてるのでたので、ボロボロになったりとかですね、穴開いたり血ついたりいろいろあったと思うんですよ。なんで本当に綺麗な状態で残ってるのって少ないとは思うんですよね。はい、まあ締めるとこんな感じですね。はい、こんな感じです。暑いあ、今着るには暑い、こんな感じですね。はい、ミリタリーはですね、本当にいいです。やっぱ丈夫だし、本当に機能美にあふれてるし、なんかそういうディテールも好きだし、歴史のそういう話の、なんていうんだろうな、情報としてもすごく楽しめますし、すごく本当に好きなジャンルですね、ミリタリーは。飽きないですね。はい、M65 とかも完成されたジャケットだなと思うんですけど、まあ、あれは、まあ、あれでまた陸軍、ね、アーミーだったりするんで、でこっちはエアフォースなので、またね、用途がジャンルが部署が違うような感じです。もうどっちも好きですね。はあ、それぞれに良さがあってっていう感じですね。うん、というわけで、今日はですね、この B15A の、紹介をしましたが、このあと、洗濯をして、何回か洗濯をして、あとこれの腕のリペアとかですね、直して、まあ、完全に着れる状態にしたら、またまあちょっと時期がもう完全にこれを着れる時期が終わっていってるので、もう今季は無理かもしれないですけど、次の秋口ぐらいまでにですね、そのコーディネートもやってみようかなと思ってるんで、これを着て、これを取り入れたコーディネート集をやろうかなと思ってるので、はいですね。まあ、あとこれ自体はまあヴィンテージですけど、東洋さんとか、あとどこだろう、他のまあ、リアルマッコイさんとかも、ミリタリーに強い復刻をやってるところは結構あって、この B15A を、まあ、やる年とやらない年がもちろんあるんで、毎回やってるわけじゃないと思うんですけど、運が良ければ、復刻で出てくるものなので、ぜひ気に入ったっていう人、ヴィンテージなんかも全然見つかんないっていう場合は、復刻ぜひ
手に入れてください。復刻だったらもうサイズも選び放題だし、新品から着れるし、まあもちろんこのヴィンテージの風合い、この雰囲気はオーラは出せないけれども、逆にそれをゼロから自分で着て、そこからこうヴィンテージっぽくできしていける服、ゼロから自分で作っていける服なので、行く服ですね、はい、まあそういう感じでこうやっていけるので、すごくいいと思います。気に入った方ぜひ復刻チェックしてみてください。今ネットで調べた限りだと、今期というか前期ぐらいで B15A をやってるブランドさんはなかったかな、見つからなかったですね。なので自分も復刻でもいいかなと思った時期もあったんですけど、復刻はもう諦めて、はい、探してましたね、ヴィンテージで、はい、です。まあ、こんな感じです。今日も、ご視聴ありがとうございました。こんな感じで、今後もですね、古着、ヴィンテージとか、まあ、復刻物の、紹介だったり、説明だったり、コーディネートのご提案をしていく感じなので、よろしければ、高評価よろしくお願いします。あと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録ここに出てくるので、ここにクリックお願いします。また。